ここは目黒駅です。今日はここから神楽坂駅まで早歩きをしていきます。ルートはこちら、目黒駅をスタートして3つのチェックポイントを通過します。三条実富邸跡、志賀直哉旧居跡碑、小説地蔵村、そしてゴールの神楽坂駅まで 9.8 キロの道のりを歩いていきます。今回の制限時間は90分です。僕の早歩きは時速6キロが基準なんですが、それだと 9.8 キロは98分かかってしまいます。どうにかして8分短縮しないといけません。そして基本的に走るのは禁止ですが、信号を渡るという目的に限って走るのをありにしています。前回は90分の時点で10キロ歩いていました。走るべきところをちゃんと走って信号待ちの時間をなくせば今回もクリアできるでしょう。13時30分目黒駅を出発です。15時までにゴールできればクリアです。一つ目のチェックポイントはスタートからすぐ 0.4 キロ地点、三条実富邸跡です。到着しました。ここはホテルプリンセスガーデンです。ここのお庭が三条実富邸の跡地になっています。2つ目のチェックポイントはスタートから 4.7 キロ地点、志賀直哉旧居跡碑です。43分で着くのが目標になります。14時13分までにたどり着けるでしょうか。さあ、ここにあの三条実富が住んでたんですね、とか言っても誰って感じですよね。まあ、三条実富は幕末から明治にかけての人です。まあ、坂本龍馬とか西郷隆盛とかスターがたくさんいる中で、まあ、全然目立たない存在ではありますよね。唯一印象に残る場面が8月18日の政変、これで京都を追い出されちゃうんですよね。でボロボロになりながら京都を逃げていくっていう、まあ、ちょっと情けないイメージはありますよね。ちょっと日本史を勉強してると三条実富ってそんなイメージになっちゃうんですよ。でも実際はそんな情けない人なんかじゃないんですよ。もうスーパーインテリで仕事のできる人なんです。この人があの明治新政府を支えていたと言っても過言ではないんですね。うわ、マジか。ちょっと幸先悪すぎるっしょ。こんな引っかかるか。いや、大丈夫か今日マジで。そうだよ、もう電車3本通る。3分待ったぞ。くそ、急がなきゃ。まずですね、三条家っていうのが位の高い公家なんですね。でそこの三男として生まれます。で長男じゃないので養子に出る予定だったんですね。ただお兄さんたちが早くして亡くなってしまったので実富が後を継ぐことになります。実富はお父さんと実富の教育係の影響で尊王攘夷の思想を持つようになります。尊王攘夷って言葉、幕末でよく出てきますよね。天皇リスペクト、外人追い払えっていう思想ですよね。まあ、この時っていわゆる欧米列強の強さを日本も感じている時なわけですよ。で長崎でフェートン号事件っていうのが起きたり、アヘン戦争の情報が入ってきたり、もう肌がピリピリしてるわけですね。だからアメリカとかイギリスとかあいつらやばいから、もう日本に入れちゃダメだよっていう攘夷の思想が強くなってくるんですね。で三条家はこの思想が特に強かったんです。一方これに対立する思想も出てきます。アメリカとかイギリスとかあいつらすごすぎるからいろいろ教わった方がいいよっていう開国の思想ですね。それで幕府は条約を結んで鎖国を解いたわけですよ。なので幕府からすると攘夷だ攘夷だって騒いでる人たちがうざいわけですよ。そこであの井伊直弼が安政の大国ってのをやるわけですよね。攘夷派の人たちを取り締まったわけですよ。吉田松陰なんかが資材になりましたよね。でこの時に実富のお父さんも謹慎処分になるんです。でその謹慎中に亡くなってしまうんですよ。
で、さらに実富がお世話になった教育係の人も逮捕されてるんですね。実富の周りの人たちが幕府の餌食になった。これはもう実富は幕府を恨みますよね。尊王攘夷の思想をむしろ強めていきます。ちょっとここカーブが続くんでね、ちょっとでも内側を通って半径を小さくして距離を短くするという、もう幾何学的な戦法を使いますよ。こうして実富は朝廷の中でアンチ幕府の代表的存在になります。で、長州藩や土佐藩の尊王攘夷派の武士の人たちとも交流を深めていくんですね。で、朝廷の中には幕府と協力して頑張りましょうよっていう反対の派閥もあるわけですよ。まあ、公部合体派ってやつですよね。で、その代表があの岩倉具視ですよ。で、その岩倉具視を京都から追い出すことに成功します。これで実富は朝廷の実権を握り、京都で尊王攘夷運動が加熱していきます。しかしですね、この加熱具合が実富の想像を超えちゃうんですね。尊王攘夷派の武士たちが過激化して、気に入らない奴をバンバン暗殺しちゃうんですよ。京都の治安が悪くなっちゃうんですね。多分この武士たちには尊王攘夷が正しいっていう正義感があったんだと思うんですよ。だから人を殺すことに罪悪感なんてなくて、むしろこいつらは間違ってるんだから殺されて当然って思ってたんだと思うんですよ。だから正義って正義の味方みたいにもてはやされがちですけど、実は怖いものなんですね。例えばね、イスラムの過激派の人たちも自分たちが正しいと思ってテロ行為をやってるわけですよね。あと毒親って言われてる人たちも、これが子供のためになると本気で思って過剰に口当てを出すわけですよね。このように自分の正義以外のことが許せなくなった時に正義って暴走するんです。でも世の中って複雑だから、正解って一つじゃないわけですよ。正義はその正解のうちの一つに過ぎないんです。だから正義っていっぱいあるんですよ。だから正義の反対は悪とは限らなくて、そこには別の正義があることもあるわけです。それはもうどっちも正解なんです。その別の正義たちを全て悪だとみなして攻撃して、自分の正義を押し付けた時に、その自分の正義こそが悪になってしまうわけなんですね。だから尊王攘夷派の武士たちも自分たちの正義を押し付けて京都で暴れ回った結果、周りから悪く見られてしまったんです。もう孝明天皇もドン引きですよ。え、何こいつら、京都で何してくれてんのみたいになってるんですよ。で、実富もちょっと引いてるんです。いや、そこまでやんなくてもみたいな感じになってるんですよ。立場は尊王攘夷派のトップなのに、いつの間にか武士たちに振り回されちゃうんですね。そして当然孝明天皇も黙っていません。1863年8月18日の政変が起こります。七教落ちといって、実富を含む尊王攘夷派の公家7人が京都御所から締め出されてしまうんです。同じく締め出された長州藩の人たちと長州藩に向かって歩いていきます。で、最終的には太宰府で謹慎生活を送ります。さあ、ここから世の中が大きく動いていきます。幕府を倒すという流れになってくるんですよね。で、実富ってアンチ幕府の人でしたよね。だからいろんな人が実富のところに相談しに来るんですね。特に一緒に行動してた長州藩の人たちが来ます。実富さん、薩摩の野郎と手を組んで大丈夫ですかね。ちょうど薩長同盟の頃ですよ。実富も薩長が手を組んで幕府を倒すのに賛成しています。まあいろいろあったけど、ここは薩摩を信じて手を組んだ方がいいぞ。薩長同盟を後押しします。坂本龍馬も実富に会いに来たらしいですよ。実は実富は薩長同盟の立役者だったんです。そしていよいよ倒幕という流れになります。新しい時代を作るのに実富の力は必要です。実富さん、また政治をやってください、頼まれるわけですね。でもこれはかつて対立していた岩倉具視と手を組むということになります。いや、岩倉か、悩むわけですよ。いや、実富さん、薩長を結んだのは実富さんじゃないですか。今度は実富さんが岩倉さんと手を組む番ですよ。まあ、そんな説得があったかわかりませんが、実富は悩んだ末に政界復帰を決断します。さあ、30分経過しました。
今広尾のあたりです。 2.7 キロ地点。遅っ。いやもう踏切が電車3本ぐらい来て4分ぐらい待たされたんですよ。だあれはきつかったな。やっぱというか本当はこの地で 3.3 キロぐらい行ってなきゃダメですからね。やばい、もう無理かこれ90分とか。まあいいや頑張ろう。とりあえずあれだ、踏切が見えたらもうその途端走んなきゃダメだな。いつになるか分かんないから、これは反省だな。さあ明治時代が始まりました。実朝は新政府の副総裁、そして太政大臣というもう事実上の政府のトップに立ちます。トップの役割はみんなの主張を聞いてバランスを取るということです。新しいルールを一から作ってるわけですから、それはもういろんな主張が出てくるわけですよね。制度がどうだ、条約がどうだ、海外進出がどうだ、それをまとめるのは大変ですよ。もう特にね、政官論の問題が大変だったんですよ。もう西郷と大久保が対立しちゃって、どっちも固くななんですよ。それで実朝は板挟みのストレスで倒れちゃうこともあったんですよ。それほど大変な役割を担っていたんです。三条実朝がいなければ新政府はバラバラだっただろうっていう評価があるぐらい実朝の役割は大きかったんですね。そして日本もいよいよ内閣制度が始まります。初代内閣総理大臣を誰にするかが問題になってきます。政府トップの三条実朝か、内閣制度を作り上げた伊藤博文か、二択だったんです。でなかなか決め手に欠けてたんですよ。そんな中、井上馨のこれからの総理は英語が読めなきゃダメですよね、これが決め手になって初代内閣総理大臣は伊藤博文に決まったと言われています。三条実朝は初代内閣総理大臣になり損ねた人でもあったんですね。でも実はその後に三条暫定内閣が発足してるんです。これ知らなくないですか？だってね、歴代総理大臣のリストに三条実朝っていないじゃないですか。でも実は臨時で実朝って総理大臣をやってるんです。二代総理大臣黒田清隆の時にもう条約の改正が全然うまくいかないんです。それで黒田が身を引いちゃうんですね。でそこで内大臣の実朝が暫定的に内閣総理大臣を兼任するんです。で山形有朋が三代総理大臣になるまでつなぐという時期があったんですね。だから一応総理大臣にはなってるんですが、黒田内閣の一部とみなされているので歴代総理大臣の中には入っていないという、そんな時期もあったんですね。そして実朝は1891年53歳の時にインフルエンザで亡くなります。明治政府を中心で支え続けた人生でした。いやそれにしても実朝は江戸時代と明治時代で別人のようですよね。江戸時代は攘夷だって自分の主張を声高に叫んでましたよね。それが明治時代になったらみんなの主張を聞いてバランスをとってました。もう全然違うことやってますよね。これってきっと立場というものが人を変えるってことなんでしょうね。そういうことってありますよね。子供が生まれた途端に急に優しくなっちゃうとか、一人暮らしなんてできないと思っててもいざ始めてみたら意外とできちゃって、で急に大人っぽくなっちゃうとか、そうやって立場や環境が変わると人も変わるっていうのはむしろ普通のことだったりしますよね。ってことは、もしなりたい自分というものがあるなら、そういう立場や環境にまずは自分の身を置いてしまうっていうのが大切ですよね。一人暮らしに自信がないと、まずはいろいろできるようになってからって思うじゃないですか。でも実家にいたら結局自信なんて持てないわけですよ。だったらもう自信なんかなくても関係なく、とりあえず一人暮らし始めちゃった方がいいですよね。そうやって環境や立場を変えていく勇気というものを持っておくべきだなと思いますね。到着しました。志賀直哉急遽跡日です。予定より6分遅れています。もう心が折れてますね。3つ目のチェックポイントはスタートから 9.5 キロ地点、小雪地蔵村です。
さあ、志賀直哉はすごいですよ。主に大正時代に活躍した小説家で、小説の神様と言われています。もう神様って言われてる人は間違いなくすごいですよね。漫画の神様手塚治虫、バスケの神様マイケル・ジョーダン、ロマンスの神様広瀬香美つってね、もうその世界を代表する存在ですよ。で、志賀直哉は写実の名手。見たもの感じたものをリアルに伝えるという技術がすごかったんです。もう白樺派というジャンルを確立してしまうほどですから、もう相当すごいんです。で、志賀直哉はメンタルが忙しかった人だなーっていうのがね、僕の印象なんですよ。で、それがむしろ執筆の原動力になったんですね。志賀直哉は1883年に宮城県で生まれます。2歳の時に東京に移っておじいちゃんおばあちゃんに育てられます。というのも、直哉のお兄ちゃんが直哉が生まれる前に亡くなってしまったんですね。で、おじいちゃんおばあちゃんはそれは母親のせいだって言って、直哉こそはちゃんと育つようにってことで、おじいちゃんおばあちゃんが直哉を引き取ったんです。これお母さんかわいそうですよね。そりゃね、今よりも家を継ぐっていう意識が強いから、子供を生き延びさせるのに必死になるのはわかるけど、でもやっぱりお母さんが責められるっていうのはちょっとかわいそうな感じがしますよね。で、それで直哉が12歳の時にお母さんが亡くなってしまうんです。ストレスがすごかったんじゃないですか、これ。しかもお母さんが亡くなった約2ヶ月後にお父さんが再婚するんです。いや、早いよ。お母さんかわいそうでしょう。長男が死んじゃった責任を負わされて、次男はおじいちゃんおばあちゃんに奪われて、愛した旦那はすぐ違う女とくっついて、かわいそすぎるだろう。これって12歳の直哉少年にとってもかなり強烈な出来事ですよね。この出来事は後に母の死と新しい母という小説で描くんです。志賀直哉という小説家はこのパターンなんですよ。実体験を小説にするっていうパターンですね。だから写実の名手、リアリティがあるんです。そして直哉は学習院中等科に入学します。でもあんまり真面目に授業を受けなかったんで2回留年してます。なんかすごい人って不真面目ですよね。なんかね、南方熊楠とかもそうでしたけどね。でもそのおかげで2つ年下の武者の工事実篤と同級生になります。後に雑誌白樺を立ち上げて白樺派を共に引っ張ることになる武者の工事実篤とここで出会うわけですね。だからもし直哉が真面目だったら白樺はなかったのかもしれないですよね。そして高等科に進んだ頃、20歳ぐらいの頃に直哉は女義太夫にハマります。女性が2人いて、1人が語り手でもう1人が三味線を弾くっていうやつです。これに感動したんですね。自分も誰かを感動させたいと思うようになります。で、考えた結果、小説なら書けるかもしれない、こうして小説家を目指すようになります。で、東大在学中には小説を書き始めます。大学を中退した頃には武者の工事実篤らと一緒に雑誌白樺を創刊します。ここでいろんな作品を発表していくんですね。このあたりでお父さんとの仲が悪くなってきます。まずはある日、直哉は足尾銅山の問題を知ります。ありましたよね、足尾銅山鉱毒事件つってね、環境が汚染されましたつって問題になったんですよね。田中正造が立ち上がったって言ってね。で、その問題を知って現地を見に行こうとするんです。でもお父さんが猛反対するんですよ。というのも、足尾銅山って直哉のおじいちゃんが経営者の一人だったんです。もう志賀家というのは超絶ビジネスマン一家なんですよ。もう完全に足尾銅山側の人間なんですね。これが直哉とお父さんの対立の始まりです。で、そこから直哉の結婚をお父さんが認めなかったり、直哉の小説家としての活動をお父さんが認めてくれなかったりして、どんどん険悪になっていきます。そして直哉は家を飛び出して広島に行きます。そしてどうしたか、お父さんへの不満を小説にするんですね。直哉はマイナスの出来事をエネルギーにした人なんです。そしてしばらくして東京に帰ってきます。ある日、友達と相撲を見に行くんですね。で、その帰りに山手線にはねられて重傷を負って入院するんです。で、この大事件ももちろん小説にします。
退院後に充電旅ってことで城崎温泉に行くんですね。でそこでいろいろな小動物が死んでいるのを目にします。これを死にかけた自分と照らし合わせることでできた小説が城崎にてという直哉の代表作の一つなんですね。しかしここからスランプに陥ります。夏目漱石から小説連載の依頼を受けるんですが、なかなか筆が進まないんです。やっぱショッキングな出来事が起こらないと直哉の筆は進まないんですかね。それで漱石の家に行って、すいません漱石さん、僕どうしても筆が進みません、連載をやめさせてください。連載をストップしたんです。でも漱石に申し訳なさすぎて、直哉はここから3年間活動を休止します。その後また筆が進むような出来事が起こります。それがお父さんとの和解です。珍しくプラスの出来事ですね。もう嬉しすぎて筆がめちゃくちゃ進むんですよ。それでタイトルもそのまま和解っていう小説をものすごいスピードで書き上げました。で他にもどんどん作品を出していきます。唯一の長編小説暗夜航路、志賀直哉の代表作ですよ。これも書き始めます。これ以降も活動の浮き沈みを繰り返します。書いているうちにだんだん思いつかなくなって、もう本なんて見たくないってなっちゃう時もありました。それで気晴らしに旅行に行くと、それを小説にすると。それでまた筆が止まってきたら、今度はつい浮気をしてしまうと。でそれをまた小説にすると。まあよくもまあ浮気を隠そうともせずね、小説にしたもんだなとは思いますけどね。そして長編小説暗夜航路もちょっとずつ書き進めて、16年かけてついに完成させます。そこからは主に油絵に夢中になりながら、たまに気が向いた時に執筆をするという感じでやっていきます。そして1949年に谷崎潤一郎とともに文化勲章を受賞します。そして1971年に88歳で亡くなります。ということで志賀直哉はネガティブなことを力に変えてましたよね。これってすごく大切なことだと思うんですよ。よくね、ネガティブなことが起こった時に運が悪いなとか言うじゃないですか。でもそれって違うんですよ。ネガティブなことが起こるか起こらないかが運の良し悪しを決めるわけじゃないんです。ネガティブなことが起こった時にそれを力に変えるのか、そこで絶望してしまうのか、そこで運の良し悪しは決まるんです。ネガティブなことを力に変える人は運のいい状態になるし、ネガティブなことで絶望する人は運の悪い状態になるんです。だから運って自分でコントロールできるんですよ。例えば野口英世って人いますよね。あの人1歳の時にいろりに落ちて左手を大やけどするんです。で指がくっついちゃうんですよ。野口家は農家なんですけど、農家の仕事ができなくなっちゃうんです。これってめちゃくちゃネガティブなことじゃないですか。でもだからこそ野口英世は勉強に専念したんです。ネガティブなことが起こったからこそ、そんな今の自分にできることをやる覚悟が固まるんです。大やけどがあったからこそ野口英世は世界的なすごい医者になったんです。志賀直哉もネガティブなことから逃げませんでした。志賀直哉にできることは向き合って作品にすることでした。それをやったから小説の神様になったわけですよね。だからネガティブなことが起きても絶望なんてしてる場合じゃないんですよ。どうせネガティブなことなんて全員に起きるわけですからね。ネガティブなことに向き合って、そんな自分にできることをやる、それによって運は上向いてくるんだなと志賀直哉の人生が教えてくれています。さあ70分経過しました。 6.8 キロ地点、ここ清井坂です。清井って確かあれですよね、大久保利通が暗殺されたのが清井坂の辺みたいな感じでしたよね。この辺で大久保利通が暗殺されたんですね。もう歩きの勝負がどうでもよくなってる。もう絶望的ですからね。あと20分で、3キロぐらい走んなきゃ無理だな。さあ残り20分で3キロ、もう一刻も早く帰ることだけを考えて3つ目のチェックポイントに向かいます。江戸幕府をぶっ壊すでおなじみの由比小説が祀られている小説地蔵尊まであと 2.7 キロです。
さあ、由比小説といえば1651年由比小説の乱ですよね。江戸幕府を乗っ取ってやろうというとんでもないことを計画した男です。で、この乗っ取り計画が逆に平和な江戸時代のきっかけになるんですね。由比小説は軍学者で塾を開いて生徒たちに講義をしていました。で、これが評判が良くて生徒の数がマックスで3000人いたんですって。もうすごいですよね。もう全然教室に入りきらないですよね。もう東京国際フォーラムとかで講義しなきゃいけないくらい、それくらい人気があったんですね。で、大名家からのスカウトも多くて、うちの軍を指揮してくれませんかっていうね、そういう声が多かった。でもそれを断って塾で教え続けていたんです。じゃあなぜ由比小説の周りに3000人も集まったか、これ時代背景があるんですよ。この時って浪人が増えてたんです。武士の失業者が溢れかえてたんですね。というのも当時は三代徳川家光の時代、幕府を盤石なものにするために大名から力を奪いまくってました。土地を没収したり家を取り潰したり、そのたんびに何千人何万人の失業者が出るわけですよね。それでいつの間にか武士の失業者だらけになっていったんです。で、再就職のためにはスキルアップや人脈が必要になってくるわけですよ。その希望が軍学者小説のところにあったわけなんですね。そして小説も野心家なんですよ。この3000人の巨大グループがあれば何かでかいことができるんじゃないか、権力とか持てちゃうんじゃないか、そう考え始めます。そして運命の1651年、三代家光が亡くなり、家綱が四代将軍になります。家綱はまだ11歳です。子供が将軍になって大丈夫？不安定な雰囲気になってきます。小説がアクションを起こすには絶好のタイミングです。計画を実行するための仲間を集め出します。さあ、どんな計画か。まず江戸の町に火をつけて混乱させます。その隙に護衛のふりをして江戸城に侵入して将軍家綱を連れ去ります。同時に京都でも騒ぎを起こして天皇も連れ去ります。そして天皇と将軍の下で小説たちが政治を行っていくというとんでもないクーデター計画なんですね。でもこれって小説自身がトップに立つわけじゃないってことですよね。天皇ブランドや徳川ブランドは尊重して、その下で政治をやるっていうことですから、だから案外現実も見てる計画ではあったんですね。そして小説の計画に賛同した人がなんと5000人も集まります。失敗すればきっと死ぬことになるこの計画に5000人も集まったんですよ。それだけ現状に不満を持つ浪人がたくさんいたってことですよね。でも5000人もいれば計画も漏れやすいですよね。そりゃ口の軽いやつも一人くらいはいるでしょうからね。それで幕府はスパイを送り込みます。まあ5000人に紛れたらそれは誰も気づかないですよね。それで幕府は小説の計画を完全に把握します。そして小説を捕まえに行くと小説は観念して自害します。計画は大失敗に終わりました。ただ計画自体は失敗したんですけど、この事件によって幕府を変えることには成功するんです。由比小説の乱は明らかに浪人の増加が原因でした。このまま浪人を放置していたら絶対にまた同じことが起こります。実際に翌年に似たような事件が起こるんです。だから幕府は浪人対策を急いで話し合いました。江戸にいる浪人を全員江戸から追い出したらどうかな、いや絶対やばいでしょうみたいな議論を繰り広げます。その結果、それまでの大名から力を奪うっていうやり方をやめることにしました。もう土地を奪ったりとかあんまりやりませんので、皆さん安心して領地を運営してください、こういう優しい感じに変わっていったんですね。もう江戸幕府ができて50年、徳川の体制も盤石になってきてますから、もうこの優しい感じでも大丈夫だったわけですね。ということで最終的には小説の望む形になっていったんですね。由比小説の乱はことわざで言うと窮鼠猫を噛むって感じですかね。仕事がなくて追い詰められた浪人たちが反乱を起こしたっていう感じですよね。なんかフランス革命とかもそんな感じでしたよね。貴族は贅沢三昧の一方で市民はパンを買うお金もないと、それで市民が俺たちはパンを買うお金もないんだって訴えたら、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないってマリー・アントワネットが言っちゃったんですよね。
まああれ本当は言ってないらしいんですけどね。で、それで追い詰められた市民が反乱を起こしたっていうね。まあこうやって追い詰められた人って何でもできちゃうわけですよね。だから人を追い詰めるって結構危険なんですよ。いじめとかパワハラとかって相手が反撃してこないと思ってやってるでしょ。あれいつかどでかいの来ますからね。なんか親が子供に口出ししすぎた結果、その子供が親を殺しちゃうみたいな事件ってたまにあるじゃないですか。だから人を追い詰めるって、まあもちろんそれ自体悪いことなんですが、自分の身を守るためにもやめといた方がいいわけですよ。逆に言うと自分で自分を追い込むのはありかもしれないですよね。あの夏休みの最終日に宿題を必死にやるあの感じですよ。あの必死さは追い込まれた時に出るものですからね。到着しました。三つ目のチェックポイント、小説地蔵尊です。幕府を倒そうとしたいわば逆賊がこうして祀られているってことは、それだけ小説は人気があったってことなんですかね。さあ、ゴールの神楽坂駅まであと 0.3 キロ、残り時間はマイナス6分です。果たして時間内にゴールできるんでしょうか。今、神楽坂駅の入り口をくぐってゴールです。15時までにゴールしていればクリアでしたが、果たして時刻は？いや、遅っ。シンプルに遅すぎるな。ということで、9.8 キロのルートに99分もかけてしまいました。これはもう完全に慢心ですね。前回はうまく走って信号待ちを回避して、で、それがうまくいきすぎてね、調子に乗ってたんでしょうね。一回うまくいったからって、次もうまくいくだなんて思っちゃいけないんですよ。僕はね、それを歴史から学んでたはずなんですけどね。フィリップ・ペタンっていうフランスの軍人がいたんですよ。で、この人は第一次世界大戦でドイツがめちゃくちゃ攻めてきた時に要塞をめちゃくちゃ固くするっていう作戦でドイツを撃退したんです。それでフランスを救った英雄っていう扱いになるんですよ。で、それでペタンはかなりの高齢だったんですが軍に口を出し続けるんですね。それで第二次世界大戦が来てドイツがまた攻めてきます。ペタンはまた要塞ガチガチ作戦で行くんですよ。でもこの時ってもう飛行機の時代で昔と違って攻撃は上から来るわけですよ。だから壁なんて何の意味もないんです。それでパリがあっけなく陥落してしまうんですね。で、それで売国奴っていう180度真逆の扱いになってしまったんです。状況は変わってるのに同じ作戦でいけると思い込んでしまった。それがペタンなんです。で、僕はその歴史を学んでおきながら同じ過ちをしてしまったんですよ。目の前にあるのは踏切なのに信号のノリで行っちゃったんですね。踏切は突然鳴るんだから踏切が見えた時点でさっさと走るべきだったんです。でもまだ鳴らないだろうとか思って走らなかったんですよ。これは慢心ですね。これはちょっと反省しなきゃいけないですね。ということで皆さんはぜひ慢心せずにこのルートを90分で歩いてみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。